ジューンブライド。新たな出会いに心を沸き立たせる暖かな春とも違う。激しく燃え上がる恋心で逢瀬を楽しむ熱い夏とも違う。それは成熟した男と女が安寧の誓いを交わす季節。婚姻と聞けば、共に愛し合った男女が永遠の時を望むような、この世で最も美しく神聖なる愛の儀式を思い浮かべる。そんなものはこの場に一人もいないだろう。我々は知っている。婚姻という甘くとろける言葉の裏に潜む闇色の毒虫を。我々は覚えている。英語の愛という文言を大いに履き違えた狂える嫉妬の豪華を。我々は二度と会いたくない。クレイジーサイコ、ハイパーウルトラヒステリー、もとい、あの恐ろしい彼女に。神様、これって何の話をしてるんですか？ベル君も名前くらいは知ってるだろ。最強のファミリアの指針で婚姻を司る白い腕の女神を。確かヘラ様でしたっけ？そう、ヘラのゼウスに対する愛憎入り混じった執着はそりゃとんでもないもんだったからね。ゼウスの浮気がひとたび見つかれば天界に血の雨が降る。いや、あれは雨どころじゃないな。血の嵐でもう前が見えない。どんな状況ですかそれ。ひどいのはゼウスだけじゃなくて、ゼウスに巻き込まれた女性側にも被害が及ぶってことなんだけど、まあ今はそれは置いといて。ここからはヘルメスに聞いただけなんだけど、その子供たちもどうも親に似ちゃったらしいんだ。え？異様な嫉妬深さと独占欲なのに、器量よしが揃ってたもんだから、手を出した地獄の淵を覗いた男どもは多かったって話だよ。浮気の罰で地下室に監禁して、己の血でラブレターを書かせたとか、山奥で三日三晩木に吊るしてハイキングデートを楽しんだとか。もう聞きたくないんですけど、僕の女性像みたいなものが。まあそういうわけで、心にやましいとこがある男はヘラファミリアにいい思い出がないわけだ。だから彼女たちが二度とオラリオに現れないように願う。今日のイベントはそれが目的なんだってさ。ジューンブライドってやつだね。ジューンブライドってそういう意味じゃないよな。さあ同胞たちよ、共に願おうじゃないか。婚姻とは鎖の名ではない。誰も俺たちを止めることなんてできやしない。俺たちはいっぱいの女の子とちょっとずつデートしたり遊んだりしたいだけなんだ。俺たちのそんなちょっとした願いのためにも、あの嫉妬の女神の再臨は防がねばならない。婚姻の名のもとに我々を縛る最悪を払うのだ。共に祈ろう、共に叫ぼう。今年も始めるぞ、アンチヘラニズムの儀を。婚姻の月なのに婚姻の女神を厄除けしちゃうんですね。だよね、神って。さて、毎年のことではあるが、一応アンチヘラニズムの儀式の流れを説明しておこう。儀式には未婚の巫女が必要となる。彼女たちはいわば仮想ヘラファミリアだ。無論実際のヘラファミリアの面々に習い、とびきり美しい女性たちを俺自身が選定してきた。
巫女である彼女たちは伝説を彩った女神に連なる衣装に身を包み、壇上へ上がり祝詞を唱える。それはヘラファミリアとしての宣誓であり、彼女たちの思いだ。俺たちはその言葉を粛々と受け入れる。それによって嫉妬の女神と彼女の子供たちは満足し、もう二度とこの町へやってこようとは思わないって寸法だ。思ってた以上にちゃんとした儀式なんですね。それだけヘラが怖いんだろうね。下界の子たちだって噴火や地震が怖くて祈ったりするだろう。そんな自然災害級の話なんですか。それじゃあまずは紹介しようか。今年の儀式の手助けをしてくれる美しきアンチヘラニズムの巫女たちだ。それにリュウさんも。神ヘルメスの頼みとはいえ、なぜこのようなくだらない儀式に。ほんとよ、この儀式自体団長以外のオスのためっていうのも気に食わないし。でもこの衣装はすごいかも。なんでもヘラファミリアが実際に着ていたものを元にしているみたいよ。純潔のドレス、戦場をかける花嫁といった趣でしょうか。さすがにこれ用にあつらえたレプリカだとは思うけど、毎年この衣装だけは気になってたのよね。巫女をやってくれないかって言われた時も、これを着られるならいいかなってくらいで。うわぁ、その衣装姿を見せたくて僕を呼んだのか。団長、世界で一番かっこいいです。じゃあ今の私はどれくらいかわいいですか。団長の隣に並べるくらい綺麗。何が起きているのですか。彼女はなぜ幻聴を。日常？もう我慢できない。今おそばに参りますから。ストップストップ、さすがに巫女として儀式を終わらせてからにしてくれ。ティオネちゃん、早く終わらせなさいよ。わお、オッケーオッケー。じゃあ前に出てくれるかな、巫女たちよ。これよりアンチヘラニズムの儀を始める。さっき渡した祝詞を読み上げてくれ。これを本当に読み上げるのですか。儀式だから。仕方ありません。真意ということで安直に引き受けてしまった自分を呪いましょう。我が愛しの旦那様、私をあなたの生涯の伴侶としてください。あなたの伴侶として、末後の別れのその時まで共に添い遂げることを誓います。やめる時も健やかなる時もあなたを思い、止める時も貧しき時もあなたを感じ、いついかなる時も敬い、あがめ、助け、あなた以外を愛することは絶対にありません。なんなんですかこれ。
なんでアイツさんやリュウさんがあんな宣言を。ノリトだろ。ノリトってもっと儀式っぽいやつじゃないんですか。あれじゃまるで結婚の先生みたいで。なんだイベル君、ああいうのが好きなのかい。なら僕がいくらでも耳元でささやいてあげるぜ。違いますし、そういうことじゃないです。妻としてあなただけを愛することを誓います。もし他の者に不埒な思いを抱いたときは罰してください。無知を打ってくれて構いません。高温の湯を背中にかけてくれても構いません。それだけの愛する覚悟が私にはある。だからあなたもそうであることを望みます。浮気をしたなら獅子を折れ。は？なんだか不穏な雰囲気に。もしもあなたが浮気をしたなら、この世の果てまで追い詰めて、顔の形変わるまで殴打、粉砕、蹂躙。もしもあなたが浮気をしたなら、二度とそんなんできないように鎖をはめて家で飼う。もしもあなたが浮気をしたなら、赤く輝く星にしてやる。それが貴様の犯した罪の重さ。毎年思うけど、これマジでヘラの眷属が言ってたの？本当に？嘘だ。ノンフィクション、ザ・ガネーシャだ。あー地獄地獄。まあ原文をなぞってるのはともかく、この儀式はヘラファミリアのセリフを実際に唱えることで世界の安寧を祈願するのが目的だ。私たちは大丈夫です。あなたたちの魂を受け継いでいます。ヘラ様の手は煩わせないので戻ってこなくていいですよ。だからこのひとときだけ耳の痛い思いを我慢すれば、嫉妬の女神の幻想に怯えなくって済むってわけだ。アメイジング、イエーイ、ハッピーハッピーガネーシャ、ウォー。なんだ浮気男だもん。奴らのことを考えると腹綿が煮えくり返る。断罪を、あの連中にどうか裁きを。私だけ見て、私だけ愛してくれればいいのに。私だけ、私だけ、私だけ、私だけ。捨てないで、裏切らないで。他の誰かを愛するなんて許せないよ。神様、これも儀式なんですよね。なんだか様子がおかしいような。いやどうだろう、確かにお芝居には見えないけど。おいおいおい、アイズちゃんたちはどうしたんだ。あんなノリと用意しちゃいないぞ。うずくぞ親指が。かつてないほどに僕の貞操と尊厳と生命的な意味で。浮気男は絶対に許さない。ガネーシャ、彼女たちの衣装、あれを用意したのはお前だったな。おう、俺の子供が用意した。それはつまりガネーシャが用意したと同じこと。そんなことはどうでもいい。あれをどこから持ってきたか聞いてるんだ。何と言っていたか。そうだ、ギルドの保管庫で見つけたそうだぞ。なんてことしてくれたんだお前は。俺が頼んだのはあの衣装を参考にしたレプリカを作ってくれって話だったんだ。何？どういうことだ。だからあの衣装は本物なんだ。 What？ 実際にヘラファミリアが着用していたものだ。だからギルドに保管してあったんだよ。ペヘペロガネシャ、
殴るぞ。くそ、ロキじゃないのにその仮面を叩き割ってやりたい。いや待て、今はそれどころじゃない。まずい、まずいぞ、こいつはまずい。犯罪よ、生かさず殺さず、奴らには永遠の食材がふさわしい。浮気をす、死すべし。ずっと一緒にいてくれるって言ったのに、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 言ったのに。おいおい、おかしいぞ。いつもの儀式はこんなんじゃなかったはず。逃げるんだ、同胞よ。彼女たちが来ているのは、本物のヘラファミリアの子供が着ていた衣だ。ヘラ譲りのヤンデレの思いが、恨みが、たっぷり染み込んでいる。そいつが儀式を通して解放されてしまった。彼女たちは今、浮気男への恨みに操られた化け物だ。逃げろ。特に、いろんな女の子と仲良くしたいというちょっとした願いを心に秘めた男は、すぐに逃げろ。怒らないんかい。皆さん欲望に忠実なんですね。何をぼーっと残ってるんだベル君。え、君が一番危ないんだぞ。 What? お婿さん、貴様には罰が必要だ。でなんで僕が。おーい、ベル君。伝説のファミリアが残した遺物、そこに蓄えられた思い、これは下手なカースよりも厄介かもしれない。つまり何が言いたいかというと、僕も巻き込まれる可能性が高いということだ。待っててね、ダーリン。クソ、知ってた。何がどうなってるの。ダーリン。リュウさん、あの、どうしたんですか。儀式の途中から様子がおかしくて、僕心配で。万死に値する。は、一人の女性から化粧されているのに別の女性の心配をするなど、あ、リエナイ。どういう文脈なのかちったまり理解できない。愚劣なる思考、ゲスの極み、フラチのその心根は欲望に操られたゴブリンにも劣る認知苦症。普通女の人の体調が悪そうだったら心配するかなって。というか男の人でも心配するかなって。男色はもっと罪深い。どうしてそうなったんですか。そもそもなぜ見る、なぜその存在を認識する。思い人以外の女人の姿など視認する必要すらない。目に入らないようそちら側で対処すべき問題だ。例えば己が瞳を思い人の形に切り抜くとか。何言ってるんです。そうだ、それがいい。そうすれば思い人の姿しか目に映らない。思い人の姿だけ見えればいい。他は何もいらない。世界はそれだけでいい。すっごい怖い。これが神様が言っていたヤンデレ。そういう女性もいるから気をつけると言っていたやつ。どう気をつければいいんですか神様。さあ
教育の時間だ。教育ですか？そう。気づけばいつも女人を周囲にはべり散らかし、新たな出会いとのたまって新たな女人を新たに連れ込む。あまつさえ女人と見れば声をかけ、好きあらば関係を持とうとたぶらかし、都合が悪くなれば切り捨てる。そんな腐った性根を内包したダーリンなど、我が手で粉みじんに破壊し再建するのみ。知らない、知らない。そのダーリン、私違う。 Not darling, I am Ben Clarin, OK? 貴様が目指すものは桃色肉取りでだろうが。お前だ。貴様が変わらぬと抜かすなら、あくまで桃色肉取りでに固執するならば、婚姻の作法を教えてやろう。よくわからないけど血がざわついた。逃げます。待て、また新たな女人を探しに行く気か。なんなのあれ、まるでいつものリュウさんじゃないみたいな。私、お嫁なる。お嫁になりたい。お嫁って、お嫁さんのことですか？そんな、なんでいきなり。いやいや、というか、そんなことより一体誰の。あなた。僕エモい、エモい、誰でもいい。私をお嫁さんにしてほしい。お嫁さんになれたら私は一人じゃない。必要としてくれる、ずっと一緒にいられる。嫌だって言ってもずっと一緒にいさせる。縛りつけてお部屋から出さない。大丈夫、ご飯も私が用意するよ。だってお嫁だもん。なんかすごく怖いです、アイズさん。ダーリン、私をお嫁にしてくれる？ダメですよ。すごく嬉しいですけど、夢みたいですけど。でも僕はもっと強くなってから。あれ、ピエン、ピエン、断られた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 。断ったわけでは。私、いらない子なんだ。ダメな子なんだ。もういい。私なんてどうにかなっちゃえばいい。首。何飲んでるんですか？ストラングエリクサー。もうどうでもいいから。やけくそでエリクサーのラッパ飲みはやめてください。無理、もう無理。ほんと病む。なんだかとってもしんどい。面倒くさいなんて言いたくないけど、こんなアイズさん見たくなかった。リュウさんとも違うみたいだし、これもヤンデレの一種。本当？私必要じゃないんだ。
いらないんだ。もうやだ、来世はケロケロカエルちゃんになりたい。カエルはやばいですって。そのアイズさんが必要とされてないわけないじゃないですか。ロキファミリアの皆さんだってそうですし、それに僕だって、アイズさんは僕にとってとても大切な存在で、必要というかいなくちゃ困るというか。今言った必要って言った、私がいるって言った、私じゃなきゃダメって、私と絶対一緒にいるって、私と一緒にいれなきゃ死ぬって。言ってない言ってない、そこまでは言ってない。ううん、言ったよ、聞こえたもの。いつまで後ろに。ずっと一緒、ずっと一緒だよダーリン、これは約束だから。もし約束を破ったら殺すから。結構逃がさないよ。ハイズさんに迫られてるのに全然嬉しくない。わー、落ち着いてください、ハイズさん。こっちからリュウさんも。状況がようやく見えてきた。ヘラファミリアの装具による暴走で追われているのはベル・クラメル、そして僕の二人だけ。ダーリー、追われる目標となったのが一般市民や神ではなく、どちらも冒険者だったのは不幸中の幸い。とはいえ相手は上級冒険者、ベル・クラメルの方はいつまで持つかはわからない。しかし異物に込められた思いというのはカースとも異なりそうだ。アミットに開示を依頼しても打開に至らない可能性が高い。あっ、他の女の名前言った。浮気よね、浮気でしょ、絶対浮気、許せない。ダーリンが他のメスを見るなんて許さない。他のメスの名前を口にするなんてありえない。ダーリンは私との愛の巣にいればいいの。結婚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 。私の前でため息ついた。ダメ、減点100。一体何考えてるの。いや、最初こそ取り乱しはしたが、うん、自分でもこんなことを思うのはもう手遅れだと理解しているんだが、ヘラファミリアの遺物なんてとんでもない代物から始まったオラリオを巻き込むイレギュラーのはずなのに、なんというかな、僕だけ新鮮味がない。新鮮味？倦怠期ってこと？やばい、ダーリン君に飽きられちゃう。このままじゃ捨てられちゃう。もうこうなったら結婚するしかない。いっぱい愛し合って子作りして、ダーリン君を囲う素敵な家庭を作るの。胸の奥から込み上げるこの愛情はもう制御できない。ああ、日常だ。言動こそ違えど僕の日常、逆に考えれば毎日がこんなイレギュラーだったのか。半ば受け入れてしまっていた僕にも問題があるのか、考えさせられる。何でもいいから、とにかく今すぐ Go to wedding。 もうダーリンってば。
がに四六時中この状態は問題があるか。あ、フィリさん。やあ、ベルクラネル、僕は一周回って冷静さを取り戻してしまったよ。すっごい空虚な笑い方しないでください。なんか今のフィリさんも怖いですよ。で、そうじゃなくて、アイズさんとリュウさんにずっと追いかけられてて、どうにかならないんですか？期待に添えなくて申し訳ないが、この問題を解決に導く手立ては僕にはない。そんな、フィンさんでも。だが、この状況を作り出した張本人がいる。さすがに全て放っておくほど無責任な神でもないだろう。神って、ヘルメス様ですか？今は神が解決法を思いつくことを願うしかない。その間に僕たちができることと言ったら。僕たちができるのは？死ぬ気で逃げるだ。神は死んだ。どうやら嘆いている暇はないようだ。行くぞ、ベルクラネル。見つけたぞ、ダーリン。 I love you。 待ってください、フィンさん。ヘルメス、リトルルーキーとブレイバーが大ピンチ。ガネーシャ危機一発も辞さない考えだ。ベル君とブレイバーか。まあ予想通りだな。 What？ ブレイバーはモテモテだからなんとなく納得だが、なぜあの少年が？考えてもみろよ。ヘラの愛憎を入り混じった強烈なラブコールを一身に受けていたのはあのゼウスだろ。ベル君からは同じ匂いがするんだよ、きっと。それは熱い風評被害ではと差し物ガネーシャも思ってしまうガネーシャだ。おっと、いけねえ。あの高校園の育ての絵と知ってるのは俺だけだった。ま、あれさ、ゼウスとは方向性が違うだけで、様々な女性の心を乱してしまう星の生まれなのさ、きっと。なんかこう、道化的な。ベルクラネルはジェスターガネーシャだったのか。世界は広い。まだベル君は未完の少年だ。覚醒の時を迎えていない。だがいずれ己のそのモテ資質に気づくこともあるいは俺たちのようにならないためにも、今は痛い目を見ておく段階なのかもな。何勝手言ってるんだ。ヘルメス、君たちのバカみたいな儀式のせいでベル君がピンチになってるんだぞ。どうにかしろ。分かってるって。俺だって手をこまねいて見てるわけじゃない。なんとかヘラファミリアの思いを鎮める方法を。うわー、こんなこと言ってる間にベル君が無理やり婚姻させられたらどうするつもりだ。ベル君の誓いの言葉を誰にも聞かせたくない。お婿にもお嫁にも出したくない。ベル君は僕の眷属だぞ。誓いの言葉、その手があったか。は？何のことだい？カイジュのノリトさ、手伝ってくれ、ヘステア。お前の力が必要だ。桃色ニクトリデを気づく前に、私の形にその目をくり抜いてやるぞ、ダーリン。何言ってるか分かりません。ダーリン、
約束は？ためらい傷の数だけ愛してくれるって言ったのに。一言も言ってませんから！ダーリン、ダーリンもお腹の子供も私しか愛せないよ。理想の結婚生活を。頭痛が痛い、いや、頭が猛烈に痛い。もう無理です、限界です。なんでアイズさんたちは疲れないんですか？ヘラファミリアの婚姻への妄執が彼女たちに無尽蔵のスタミナを与えているのかもしれない。僕も結婚について思うことは多い方だけど、彼女たちの思いの深さには驚いているよ。僕、よくわかんないですよ。結婚なんてちゃんと考えたこともなかったですけど、でももっと平和で幸せな特別な関係がずっと続いていくような、そういう素敵なものだって思っていたの。君は若いね、ヴェルクラネル。だがそれが君の良さだ。俺がガネーシャだ！戻ってこい、リトルルーキーブレイバー。彼女たちを沈める方法が見つかったぞ！行くぞ、ヴェルクラネル。はい！行け！二人とも、ここは俺のファミリアが引き受ける。すまない、頼んだ。子供たちを数秒でもいい時間を稼ぐんだ。 It's ガネーシャソウル、行きます。ガネーシャソウル。数秒ありがとう、子供たち！どけ、卑猥極まりない造面。ぬーん！どけと言われてどくわけにいかないぞ！元を正せば今回の騒動の原因はこの俺！ならばこの身と引き換えだろうが、責任を取るのが神の道理！俺がガネーシャだ！どいて。おい、どけまーす！あ、こっちだ、二人とも！彼女たちを沈める手立てが見つかったのかい？確実に沈められるかどうかはわからない。だが、今はこれに頼るしか方法がない。どうするんです？カイジュのノリトだ。彼女たちの思いを解放に導いたのは浮気男への憎しみに満ちたセリフだった。言葉により解放されたのなら、同じように言葉によって沈めることも可能なはずだ。はずとは言うけど不確定すぎないかい？それにそんなものがあるならもっと早く試すべきだったと思うけど。そんなものはないんだよ。正確にはさっきまではなかった。だ、君たちが逃げ回ってくれている間に俺たちで作成した急ごしらえのでっち上げには変わりない。それが彼女たちの心に響くかどうかは、君の言う通り不確定な賭けってやつでしかないが。うん、経緯は理解した。他の方法もなさそうだし。
それを僕たちが読めばいいのかい？話が早くて助かるよ。今の彼女たちが執着しているのは君たちだ。その当人の言葉じゃなければ彼女たちは静まらないだろう。それで少しでも可能性があるのなら早くしないと。アイスさんたちが。そうだね。座して死を待つのは僕の望むところじゃない。慎んで受け取らせていただこう、神ヘルメス。頼んだぜ、ブレイダー。これがカイジュのノリとか。どうしたんです、フィンさん。これは無理だ。僕には読めない。え？ベルクラネル、君が適任だ。この馬鹿げた騒ぎを終わらせてくれ。フィンさんにもできないことを僕が。この世紀末的な破壊音は。見つけた、ダーリン。早く読めんだ、ベルク。怪獣のノリと。わかりました。これを読めばいいんですね。って、この内容は。君しかいない、ベルクラネル。君が全てを終わらせるんだ。フィンさん、ずるくないですか。愛しのマイハニー、僕のワイフは君しかいないぜ。僕だけの愛しの子猫ちゃん、ご機嫌斜めでどうしちゃったんだい。何か心配させちゃったかな。バカだな君は。本当は分かっているくせに。僕が愛しているのはこの世でたった一人、君だけなんだぜ。考えているのはずっと君のことだけ。思っているのはいつだって君のことだけ。恥ずかしいけど嘘じゃないんだ。君以外のことは何にも考えられないんだ。僕の世界には君だけいればそれでいい。お、聞いている、聞いているぞ、ベルク。これは聞いているのかね。戸惑っているだけじゃなくて。わからないが今しかない。畳みかけるんだ、ベルク。その証拠に今ここに熱烈君だけ宣言発令。僕アイランドに住んでいるたった一人のプリンセス、君だけに告げるラブデクレーション。君だけ党の党首として宣誓しよう。オンリーユー。過ぎて困っちゃうぜ、ベイベー。言葉がおかしくなってるぜ、ブレイバー。失敬だが危ういところだった。あんな姿を衆目にさらしてしまっては僕の願うパルーマの復興どころの騒ぎではなくなってしまう。ま、ノリトの作成者にとってもこっちの方が都合のいい展開だったみたいだけどな。作成者？あなたが書いたんじゃないのかい？俺があんなチキン肌フレーズなんて思いつくはずない。代わりを頼んだんだよ。自分が言われてみたいセリフを自由に書いてみてくれと言ったんだが。どやー、今のベル君のセリフを聞いたかい。ベル君があんなセリフを言うなんてさ。あー、もう誰か魔法とかなんやらで録音してないのか。もったいない、もったいない、もったいない。
この機会に自分の欲望丸出しで楽しんでるみたいだ。聖火の女神の神だったか。なんだ、何が起きた。嘘だ嘘だ、嘘ばかりだ。そうやって耳心地のいい言葉だけ吐いて、どうせまた私を裏切るのだ。男なんていつもそう、君だけなんて信じない。一人の女を大切に愛し抜く男などこの世に存在しない。うらー！このオーラは怪獣のノリトが効かなかったのか。いや、むしろこれは逆効果だったか。ヘラファミリアの思念がさっきよりも強く前に出てきている。あんな恥ずかしいセリフを言ったのに。恥ずかしいセリフとはなんだ。真面目に考えたんだぞ。あれ、神様が考えたんですか。おかげで僕はもう満腹さ。ごちそうさま。なんていい笑顔なんです。ティオネ、聞こえるか。ティオネ、殺す殺す、浮気男は必ず殺す。僕の声も届いていない。完全に体を乗っ取られたか。こいつはどうやら本気でまずいことになったな。ただ一人の女人への愛を遂げること、それがなぜそんなに難しい。いつも一緒にいるだけ、常に隣にいるだけ、ずっと私だけに語りかける、永遠に私だけを見る。難しくないよね。できるよね。できて当たり前。私だけを、私だけを、私だけを。おい、ヘラファミリアの闇が増してないか、ヘルメス。ケイ、どこ見てるんだ、君は。いやー、西日が眩しくて。屋内だぞ。大丈夫。今すぐ拙速に求めたりなどしない。ええ、じっくり、たっぷり、骨の髄まで私を愛するようにしてあげる。私しか見えなくなるまで、ずっとずっとずっと待っててあげるから。二人きりでずっと。重い。さすが女帝の派閥。で、君は何をしてるんだ。見てごらん、つくしが目を出してるぜ。屋内だっての。おい、あれって悪夢か。女帝の時代の悪夢が蘇って逃げないとヤバいんじゃ。逃がさない。地獄の果てまで追いかける。獅子を砕いてでも愛の巣に。ずっと一緒、ずっと一緒、ずっと一緒、ずっと一緒。それが我らの公認。なんで。ベル君、なんでそんな苦しそうなんですか。あなたたちに何があったのか分かりません。それは確かに辛かったんだと思います。
僕なんかが想像もできないくらい大変だったのかもしれません。でも結婚ってそんな不幸なことなんですか？僕はちゃんと考えたことないからわからないけど、でも結婚ってもっと素敵で優しくて特別な二人になること、ただそれだけでいいんじゃないんですか？女の人を悲しませるのは良くないことです。だから僕はここで宣言します。もし僕がその大好きな人と一緒になって結婚できたなら、絶対浮気なんてしません。一生その人だけを愛するって誓いますから。僕は結婚っていうものがそんなにも苦しいものだなんて思いたくありません。若いな。世間知らずの少年の言葉だ。だが聞いていて心地いい。我らは憎しみのあまり忘れていたようだ。純真な愛の宣言としての婚姻の言葉を。こんな男の人がまだいるんだね。いつまでもその純真さを忘れないでね、ダーリン。大樹の森とか。俺たちがセリフなんぞ考えなくても君なら唱えられたわけだ。何の話ですか？というかどうなったんですか？ベル、私たちは一体儀式をしていたはずでは。リュウさん、アイさんにティオナさんも元に戻ったんですか？元に戻ったって何のこと？やはり僕よりもベルクラネルが適任だったか。さっきのセリフは僕では言えないよ。団長、何がどうなってるんです？なんか変なことでも起きてたんですか？いや、いつも通りだったかな。それよりその衣装似合ってるよ、ティオネ。今なんて？さ、儀式も終わったしホームへ戻るとしようか。ちょっと待ってください、団長。今褒めてくれましたよね。うんね。どういうことなのでしょう。私たちの身に何か起きていたのですか？もう解決したみたいです。本当によかった、二人が無事で。ベルくん！どうしたんです、神様。どうしたもこうしたもないじゃないか。言わなくたって分かってるってば。さっきのあのセリフ、あれは僕に向けて言ってたんだよね。プロポーズ？違いますよ、誤解ですって。そんなセリフを吐いたのですか？知るという存在がありながら。ベルもプロポーズ？プロポーズ、プロポーズって何？違いますってば。神様のせいで変な誤解が生まれてますって。
君があんなセリフを言う相手は僕以外考えられないだろう。なら僕に言ったも同じじゃないか。それとも他に想定した相手でもいたっていうのかい、こんな浮気者。一体何を言ったのですか。包み隠さず教えなさい、クラネルさん。プロポーズ、プロのポーズ。ベル、どんなすごいポーズするの。カオス。ジョナンはなくならないか。やっぱり彼はあなたの孫だぜ、ゼウス。